はい、どうも皆さん、こんにちは。橋田光です。今回は、まあ、メンタル発酵もそうですけど、ちょっとね、今話題の、やってる人はやってる。まあ、ちょっと気になってる人は気になってるっていうね、ビットコイン。はい。まあね、ちょっとね、3年ぐらい前からもうあるんですけども、結構前からね、まあ、100万超えたとか200万超えたみたいになってるんですけど、今もうまさに噴火中で600万のとこに到達したんですよね。うん。それが、まあ、ほんと青天井で、700、800、900、1000万って、もう1ビットコインですよ。うん。行くのかなっていうところの、ちょっと見どころなところでね、その見解を僕的に、していきたいと思います。まあ、そんなのどうでもいいやってね、お前みたいな素人がって言うんですけど、まあ、僕もね、ちょっとね、結構見てて追っかけてきてて、みたいな、すごい冷静な目で見れると自負しておりますので、まあ、ちょっとね、おしゃべりちょっとだけ5分だけしていきたいなと思います。まあ、ビットコイン、まあ、最初はね、100万円つけてみたいな、その後もう200万いくのみたいなところでバッカーン落ちたんですよ。うん、2年前ぐらいですね。2年、ちょうど2年ぐらいかな、1年半2年ぐらいのところで前なんですけど、で80万50万つってあれよあれよ落っこったんですよね。でやばいやばいつって、もうその100万で買った人、150万で買った人、200万で買った人とかはもう手放してって、もうダメだ、ビットコイン終わり、まあ仮想通貨は終わりみたいになったんですけど、まあそれからなんかチーンとね、もう終わったっしょつって、もう皆さんも注目しなくなったこの頃に、もうここ何ヶ月ですよね。もういきなり300万いきなりつけて、まあ100万、150万、200万でなんか徐々に上がってて、まあどうせまたあれでしょつって、ガセでしょじゃないけど、うん。まあ、騙しみたいな感じで、あれだったのかなっていうところだったんですけど、もう一気に300万みたいなのつけて、で、まあ、つったって300万も天井でしょみたいな。まあ、一番高値つけたんで、ビットコイン的には。そしたら、次、400つけたんですよね。うん。まあ、100万アップの400。で、その400のところで、まあ、いわゆるクラブハウスとか、まあ、この、まあ、メディアやソーシャル、まあ、SNS とかも含めで、まあ、いわゆるテスラ、車のね、まあ、それだけじゃないですけど、イーロン・マスク。まあ、富豪ですよね。まあ、超人ですよ。こういう世界、IT も含め、ね、すべてにおいて、本当いわゆる超文化人じゃないけど、もう本当もうすごい人なんですけど、まあ、その彼が、まあまあ結構彼はね、いろいろ面白くやってくる、そういうところについてきたりするんで、まあビットコイン買おうかな、みたいな感じで400のところで、400のところでちょうどこのチャートってこうやってあるじゃないですか、ところでビタッと当たってたんですよ。でもう400行くか、ブレイクするか、まあ、そのまま下もう一回戻るかみたいなところの、まあ、逆張りで買う、売る人順張り、まあ、空売り順張りで上で買う人みたいなところが攻め合ってきたところで、まあ、俺もビットコインは必ず来る、使える今後の仮想通貨になると思うから、みたいな感じで。まあ、クラブハウス、イコール、クラブハウスで、まあ、あれ5000人しか聞けないから限定でね。で、それを同時生中継みたいな感じで YouTube で配信してたんですけど、で、そこには何万人、まあ、何百万人ってもう聞いてるわけじゃないですか。もうそれこそ、買い売りのボタンをね、あの人が例えばリップルとか他のコインを、イーサリアムとか、他のコインを売る買うだ。例えば、まあそれがゴールドでも金でもね、シルバーでも何でもいいし、まあその株でも何でもそうなんだけど、発言をしたらみんなが買う売るみたいな。もちろん彼は仕込んでるんだと思うんですよ。まあなぜビットコインかっていうと、まあその要はインサイダー取引ですよね。株ではあるけど、まあ俺この銘柄買うからって言ったり、まあその関係してる人間が、そういう発言した人をインサイダーっていうことになったりする。まあ通貨でも、まあそういう大きい人たちがもうね、ヘッジファンドの人たちが入ってきたりしてるんだけど、ビットコインに関しては、まだ市場がそこまで出来上がってない。ね、完璧なファンダメンタルとしても、ね、テクニカルとしても取れてない通貨だったり、そういう金融商品だったりするので、言っちゃえば、イーロン・マスクって、まあね、何兆円持ってるわけじゃないですか、資産をね。それを突っ込むと、買った時点で、そのお金で、チャートが、ロウソクっていうのが、こういう、見たことあるんですよね、こういうチャート。が動いちゃうんですよね。彼の資産だけでも。で、それに群がってみんなが、その、一本の綱に対して人が群がってみんなで買うっつって、一気に、もうほんと、たかってくるんですよ、みんなが。で、でもその前に400万、その前に400万行く前に、一回こうグーッと上がってきたところの下で、まあ、例えばわかんないですよ、これは。やってるとは思うんですけど、イーロンマスクは下で300万とこで、例えばもう仕込んでるんですよね。まあそれは何百億か多くかわかんないですけど、入れてるんです。で、400に釣り上がったところで、俺ビットコイン買おうかなと、僕は買おうか、ビットコインの可能性がある今後っていうところで、大衆が、まあまた小さいって言っても大きい、まあヘッジファンドの人たちが、個人のね、人たちがそこで買いを入れる。そうすると、塵も積もればね、一気にチャートがグーって上がる。それで400万、450万。で、もう本当に上がってるじゃんつって、また群上がって500万。で、550万、600万つって今ここに来たんですよね。で、
ここで、まあ、僕の見解としてはここら辺で一気にガンって下がるんじゃないのかっていう見解なんですけど、600のところで一気に例えば300万まで落ちる、そこで一気に例えばイーロンマスクが300で持ってたとした時に、大きい人たちがね、もう知ってた人たちが、株でいうしてみたいなもんなんですけど、の人たちが300で買った人たちが倍600になった時に、例えば100万円で買ってたら200万なの。でも彼らの場合は何百億円って入れてるわけじゃないですか。例えば100億円入れてたら200億になるわけ。100% アップ。ね、するわけじゃないですか。だったら、ここで売り浴びせてきてもおかしくない。それかまだまだ釣り上げて煽っていくか、大衆を。うん。まだ売れ、まだ買え、まだまだ可能性ある。1000万いくよっつって、1000万手前とかで一気にその大きい大口の人たちが売ると。そうすると900まで上がったものが一気にドカンって崩れるわけですよ、相場って。そうすると、まあ、900万、950万、1000万手前のものが400万とか300万まで一気に下がるわけですよ。でみんなはやばいやばいと思って売りを浴びせてくる。そうするともうさらに落ちてきてまた100万つけるみたいなね。で崩壊みたいになるかもしれないし、まあ、またはビットコインというものがそのまま安定してそこら辺をうろちょろする。だからこれは誰にもわかんないので手をつけない方がいいですよっていう見解です。要はもう600万になった時点で遅いですね。ここで買って700を目指すとか、もう下は600の場合って600万しか0円までに関しては下がる可能性ないじゃないですか。だから売りの方がリスクはないですよね。でも600から2000万になった場合って1400万上にあるわけですか。だから売りを浴びせて上がっちゃった場合っていうのは1400万の損があるわけ。2000万のアッパーで考える。でも買いに入れた場合はリスクは下。600万しか下がらないので600しかないと。だからまあどっちがいいのかって話なんですけども、とにかく今みたいなこういう噴火してる時期は、誰かの言葉で今買いがチャンスとかいろいろあると思うんですけども、まあ黙って見てるっていうところがいいと思います。で動き出したらそこで次の段階を目つけてやる。また自分のルールですよね。ここのそのテクニカルつって、まあそうなるともうこれちょっとねトレーダーの話になっちゃうんですけども、まあとにかくビットコイン、今後噴火した時変に口座をそこ作って、俺も買おうつって700万とかでバーって手つけて高値掴みみたいになって、変に損害を受けない、自分の資金資本を無駄にさせないね、毎日積み上げてきた今日までのメンタルハコーンのものが一気になくなっちゃうわけじゃないですか、いろんなものが。うん。だから余剰ある資金で、まあ、そういうものはやった方がいいですよっていう会話でした。うん。まあちょっとテクニカルななんかそういう変な会話になっちゃったんですけど、今回の、橋田豪は、それで終わりにしたいと思います。ってことで夜っていうかまた明日か、昨日ちょっと日曜でね、この話しようと思ったんですけど、ちょっと今日しようと思って長引いちゃいました。また今度メンタルハコーンでお会いしましょう。今日はありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。いいねボタン、グッドボタンよろしくね。じゃあね、バイバイ。一緒です、それ。バイバイ。